はい、こんにちは、ジャマです。今回は、三国志新選のね、動画撮ろうと思いますってことで、まあ、前々回ね、とりあえず放浪軍になってみたよと、前回は、まあ、近くにある城をね、とりあえず攻めてみようと思って、領地をつなげているよというとこだったんですが、まあ、ようやく隣接できたので、早速ね、ちょっと攻めてみようかなと、思います。まあね、せっかく放浪軍になったのだから、やってみていいよね。じゃあ行ってみましょう。行け。さあどうでしょう。とりあえず主力の総装隊を、送ってみましたが、おう、たやすきことだ。これはあれかな。誰も城にいない感じかな。ってことはみんなで突っ込んでいいってことだ。いけいけ。っていうかね、まあこれね、人の城落としたらどうなるかとかもね、なんかよく分かってないからね。もう終わり？さあ、これでどうなるんでしょう。まあでも壁とかね、あの建築してあの耐久力上げれるのとかね、自分の城のあれで分かってるので。すべて心のままに奪い尽くせ。まああれだよね、この2000っていうのをゼロにすれば。NPC の城と一緒だよね、その辺の感じはね。報われる努力もあるか。ってことで、まあね、初めて人の城を攻めてみてるわけなんだけど、空っぽだったみたいなので、まあこのまま、攻撃していきましょう。いけいけ。多分これ一回、空っぽで勝利ってなってから、このね、4分とか待つと耐久値が減るよっていう話だよね。ちょっとやっぱ長いな、そうなると。15分、20分ぐらいかかるか。そうだね。まあ、とりあえず、このままほっとけば、この城落とせちゃいそうなんだけど、その後、それまでどうしようかっていうね。あ、でね、前回ね、ちょっとね、放浪軍、不当は自由に行き来できるけど、関所は通れないんだねっていうね。知らなかったんかいって話なんだけど。そうだからね、ちょっとね、生まれてくる場所をミスったかなと思ってね。あ、これ不当？ちょっと待って。あ、清涼になら行けるか。前回ね、なんかね、ちょっと関所、軽視。破色がね、ちょっと、関所ばっかりに囲まれてて、なんだろう、隣に行けないなとか言ってたんだけど、清涼になら行けるのか、これ。ああ、でもその後が、どっちにしろ無理か。ああ、でもなんか、そうか、行ったことない土地行ってみるって意味でやったら、こっちに移動してみるのもありか。その後他の州行けんのかな。全然ね、三国志の時代の知識とかがね、ないからね、よく分かってないんだよね、そういう。どこが、関所で、どこが不当だとかもね。ちょっとね、もうちょっといろいろチェックしてから始めた方が良かったかもしれんけど、放浪軍をね。そうだな、領から隣の、州に移動するのは、あ、不当経由か。これちょっとどうなってくる。あ、違うな。ここはダメだね。通れないね。そうか、清涼に移動したところで、やっぱりそこから先は、他の州に移動ができないか。あれ、ちょっと待って。ここは。どこだ？これか。これもやっぱ関所だね。不当と違って通れないよと。これもまあ関ってついてるから関所なんだろうな。召喚。あ、まあ召喚か。そうだね。
だとするとこっちに移動したところでって感じか。で、相変わらずね、まだ1回目の攻撃が済んでないですよと。そうか、これからね、どうしようかなという話で言うと、とりあえずね、あんまり覇色に放浪軍が見当たらないので別の州に移動したいんだけど、なんか移動できないなということでちょっと困ってるよっていう感じかな。ここのこの傭兵館とかね、通れればいいんだけどね、一人じゃ通れるわけないからね困ったなと言ったところで、まあしばらくはこの覇色で暮らしていくしかないかという感じですね。まあとりあえず今回は初めて人の城を攻めてみたっていう感じで動画にはしてるんだけど、だいぶ時間かかるね、これはこれで。2000あって140だね、一部隊で。まあ一応兵器部隊が2つあるから、それがどれぐらい削るかだけど、やっぱ144削る。まあ1人約150として、それが3部隊あるから450ぐらい削る。次の戦に備え、お、気を緩めるな。待って、450ぐらい削るの、兵器が410削ってくれてるから、お、387か、もう一部隊は。確かこれは、1人 A なんだよね。SSS だと410だけど、SSA だと387か。まあでももう一回で終わりそうだね。半分以上削ってるわけだから。ってことは、まああと5分ぐらいか。なるほどね。まあそれはそうと、一応ね、資源が、たくさんの状態でスタートしたはいいけど、溢れっぱなしなのもなんかもったいないから、なんかこの辺上げてきますか。あとはなんだ、義とか上げたいね。ちょっと使いすぎたしまったな。まあまあまあいいか。これからこの城落としてどれぐらい増えるかっていう話がね、ちょっとあるからね。食料は相変わらず溢れてるけど、まあそこはそこでいいでしょう。溢れてるともらえないのかな。ちょっと減らしといた方がいいか。このぐらいにしとこうか。ちょっと適当だけど、まあこれで溢れてて素人としても何も得るものがないよってことはないでしょう。さあそれはそれとして、この無人だった城を落としちゃったとして、その後どうしようかってなった時にね、やっぱり、ああまあ近くの城をどんどん攻めていくっていうのもありだけど、お、動向がある。まあ動向今更ねあるねって言っても、まあ放浪軍になる前だったらね、ちょっと良かったかもしれんけど、特にね、領地から得られるものっていうのが放浪軍だとあるわけじゃないみたいだからね。さあこの後どうしていこうかって感じかな。できればね、ちょっと他の州に行くか、そうでなくても、この発色内で放浪軍の人、これ放浪軍の人かな？なんか黒い点が。この灰色の点は放浪軍の人？あ、放浪軍が落とした城ってことか。あー、でも周りに放浪軍いないね。あ、いた！あ、いるね、放浪軍。ちょっと待てよ。そしたら、ここは？これは、
灰色だけど放浪軍の城にはなってないのかな。ただ隣接してる、放浪軍はいると。あーそうか、ちょっとどうなんだろう、どこを目指せばいいんだっていうねどこを目指せばいいんだ、相変わらずわからんな。とりあえず破色から出たい気もするんだけど、そうなるとここも通れないしな。さっき埠頭を見つけたのはどこだ、こっちだよね、これか。どこだあれ、さっき見つけた埠頭はどこだ。見失ってんだけど。あー埠頭だから、まあ海の、海じゃない、川の近く。あれちょっと待って、おお、いつの間にか清涼になっちゃってる。ちょっと待った、これかな。あ、違うな、あれやっぱり出らん、あ、これと間違ってんのか。やっぱりちょっとあれだな、関所に囲まれてるんだな、この破色ってとこは。出らんないじゃんそうか、あ、落とせたんじゃないこれ。これ落としたらどうなるの。あ、食料が、食料がいっぱいになってる。ここで多分この瞬間落としたんだね。でこれで勝ったよ。で、あ、ここに書いてあるのか、工場に成功しました。85万8000ももらえるのか。おー、なるほど、食料あふれたね。またなるほどね。じゃあこうして次々ね、城を落としながら、蓄えてね、活動していくというのが、まあ放浪軍かな。そうなるとどうしようかな。まあこういうのもどんどん上げていっちゃいたいとこですね。こうなるとちょっとね、今時間かかるやつを、この40時間のやつとかで6000どうかの、5個目のやつは使いたいかな。うん、とりあえずこうしておこう。で、これ城もう落ちたから、あ、また耐久が回復し始めてるけど、まあとりあえずもう帰っていいんだよね、みんな。引くぞ、隊列を整えよう。ちょっと待ったみんな帰っていいよと。この子たちは一旦中止して、返すということで、まあ撤退していきましょう。承知。わかりました。交代。はい、撤収ですね。さて、じゃあこの後どうしていこうか。多分ね、活動してなかったんだろうね、この城は。
なんかでも他もちょっと活動してるか怪しそうな市場なんだよな、周り。どうしたもんかな、これ。とりあえず、不当のこっち側の、いや、でもそれ、そうだな。ここを抜けれないからね。どうしたもんかな。こっちの方の城もまた攻めてみる？ちょっとね、そうだな。まあ攻めて得るものもあるんだろうけど、そうだな、人の城を落とすような目標って何かあったっけ？わかんないな。で、相手の城無人だったから、なんだろう、この閃光とかは増えてないのかな。あ、元々がいくつだったかちょっと覚えてないな。でも増えてない気がする。ってなると、そうだな。ある程度活動してる城に攻撃できるといいんだけど、わかんないからね。どうしたもんか。続けてこっちの城攻めてみますか、それとも、あ、でも川がちょっと邪魔だな。じゃあこっちか。次のターゲットはこっちにしようか。ってことでね、まあこんな感じでね、ちょっと放浪軍生活をね、していこうかと思うんですが、生まれ落ちる州を選び間違えた気がする。まあとりあえずね、他人の城初めて攻めてみたのでね、まあ動画、撮ってみましたが、無人でしたということで、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。